皆さんどうも、シュメルです。今日はですね、こちら Google の Pixel 6A をですね、まあ、メイン機として2週間ほど使いましたんで、こちらをですね、今日レビューしていこうと思います。でもう早速ですね、今日の内容について話していくんですが、まずね、カメラ性能を、まあ、いつも通り見ていってで、その後ですね、いい点と悪い点に分けて話して、で、最後はですね、どういったユーザーに向けてまあこのスマホをおすすめするのかっていうのを話して終わろうと思います。じゃあもう早速やっていきましょう。 じゃあまずはねカメラ性能がどんなものか見ていくんですがまあ、基本的には色味はね落ち着いた色表現っていうのが多い印象で比較的ででですすねね自然な感じで撮ってくれますで、ね、もちろん条件次第では実際の犬とはですねちょっと違うところもまああるにはあるんですけれどもこういったものっていうのはピクセル 6A に限ったことではなくてまあ全てのスマホに当てはまることなんで、まあ仕方のないことだと思いますね。 で次に HDR 性能なんですけれどもここもねさすがピクセルのコンピュテーショナルフォトグラフィーといったところで IMX363 というですねもうかなり古い4年も5年も前のセンサーを使いながら、まあ、よくここまで HDR 性能のまあ、性能を高めてくれてるなっていうふうに思います。 じゃあ次に夜の写真なんですけれども、まあ、夜でもででもすす。ね、そこそここいい写真が撮れてるっていうのは事実ですただこれは以前にも言ったんですが夜の撮影の出来栄えっていうのはライバル勢の追い上げもあって、まあ、かつてのように最高峰のレベルではないっていうのは事実ですね。 で、さらに今回は比較対象がギャラクシー S22 ということもあってまあやっぱりねこっちのフラグシップ機の方がシャープにね、被写体を捉えているっていうところもあるんでままああフラグシップ機ととののののその細かいい差っていうのは実のところあります。ただねしかしながらまあ、このスマホね5万4,000円で買えることを考えればまあ、そのスマホの写真の能力としてはまあ十分かと思いますね。 はいじゃあ次はですね動画性能を見ていくんですけれどもここがねピクセル 6a における最大のカメラの強みだと思いますまずね 1080p 30fps で撮影っていうのはまあ余裕でこなしてくれますし 4k 30fps に上げてもまあ問題なくね手ブレを抑えてくれていますそして 4k 60fps で撮影をしてもですね全く問題なしと言ってねいいでしょう ただ一言だけ言っておくとちょっとねクロップしすすぎなななんんじゃいいかなというふうには思うんですよねで次にね夜の動画になるんですけれどもこれがねピクセル 6A がまあ、今のフラッグシップ機相手に大きく劣る点が、まあ、ここじゃないかなというふうに思いますね。さすがにですねピクセル 6A とはいえでもまあ昔のねセンサーではソフトウェアではかばいきれない性能差っていうのはまあ夜の動画ではね痛感するところがあります。 まあね、価格差っていうのが、まあ、S22 とは2倍ほどありますんで、まあ、この程度のまあ動画性能の差であれば、まあ、正直ながらね僕は全然許せる範囲だとは思うんですけれども、まあ、皆さんねどう思うでしょうか であとはですねピクセル 6A というのはこういったカメラの基本性能に加えてあとソフトウェアのですね加工消しゴムマジックっていうのもまあ使えますんでそういったアドバンテージもあったり背景の、ね、ボケ具合っていうのもね簡単に調節できたりはします。まあこのボケの変更っていうのは他のねスマホメーカーでもできるんですけれどもまままあ google ででもねあ問題なくできますはい、まあ、以上がですねカメラ性能の検証になります。 でではですねここからは Pixel6A の良い,い点と悪い点を評価していくんですけれどもまずはですね良い,い点ですねでいい点に関しては、まあ、先ほど言ったように、えー、カメラ性能っていうのがまず第一に挙げられてで次にね挙げたいのがですね第二に処理能力 Google の性能です、ね、まあ GoogleTensor 自体は良、まあ、い,い点もあるんですけれども悪い点もちょっと実はねあるんですがそれを踏まえても悪い点を踏まえてもこのね5万4,000円のスマホで GoogleTensor のチップ詰めるっていうのは マジででですすごいことで CPU の性能もですね、まあ、今年のスナップドラゴン 8GN1 よりかは、まあ、若干劣っているんですけれども、まあ、十分ねあの、えー、かなりいい性能を持っていますしもっと重要なのは GPU の性能ですねこれが同じミッドレンジのですね例えば GalaxyA53 の性能とね比べても 3D マークのスコアで、まあ、3倍ほどの差っていうのが出ているんで長い目で見てもやっぱりですねこれ34年経った でも十分な cpu gpu の性能があると思いますで次にねピクセル 6a の良い,い点は os の完成度とサポート期間の長さですね またね、シュメル同じこと言ってるのかっていうのは、まあ分かるんだけれども、まあそれでもですね、やっぱり Google ピクセルの OS っていうのは、まあ Android スマホの中では別格だと僕は本当に思うんですよね。で、まあ私の動画で何度も言ってるように、相変わらず UI のスムーズさっていうのはすごくいいし、あのレスポンシブでね、反応が非常にいいです。まあ 60Hz でも僕はね、何の不満もありません。で、あとですね、個人的にはこの Google、えー、昨年から Android12 から登場したパレットデザインっていうのも僕はね、 結構いいいと思いますであとはねサポート期間に関しても、まあ、3年間の OS のアップデートとそしてセキュリティアップデートは5年間にわたるんで、まあ、これはね十分すぎると思います。しかしまあ個人的にね1点 OS に関しては超絶マイナスポイントがあるのでそれはですね後々の悪い点で少し話しておこうと思います。 で次のいい点はですね、このディスプレイサイズですね、まあ、6.1インチあるんですけれども、僕はね、ものすごくいい大きさだと思います。まあ、特に昨今のね、スマホね、もう本当に6.4インチ、6.5インチと、ちょっとね、でかすぎるっていうところがあるので、まあ、そういったね、最近のトレンドを 見比べると、まあ、日本市場は特にスマホの大きさは、ね、小さい方が好みの人多いんで、まあ、そういった人にはこの6.1インチの大きさっていうのは結構いいんじゃないかなと思います。でさらにね細かいですけれども、まあ、ミッドレンジスマホながら IP67 フェリカ対応ということで、まあ、こういったところも、まあ、地味ながら僕はね重要だと思います。 で最後のねいい点はですねコストパフォーマンス良好もうかなり優秀ということですねあの5万3900件でね税込み価格で今売られていてもうねミッドレンジスマホの中では多分最強と言ってもいいカメラ性能と、えー、テンサーチップ積んでいますんでまあそういったいい点があって でさらにこのお値段ということはですねもう十分素晴らしい話なんですよで付け加えておくとまあ今ね超絶円安の時期になったにもかかわらず Google Japan っていうのはまあ、この価格でまあ、販売してくれているんで本当にねありがたい話だと思います まあ実のところね知ってる人も多いと思うんですがアメリカでの価格ですね449ドルで売られている定価よりも日本の定価の方がですねまあ1万円以上安いっていう風になってるんで今のところまあ本当にね何度も言うように感謝するべき。 価格ですよじゃあ次はですねこの端末の9大点ね話しておくんですけれどもまあ悪くはないんだけれどもよくもないっていうところはまずバッテリーライフですね。バッテリーライフはまあ4 4 1 0ミリ、ah、アンペアはあるんでまあそれなりの大きさがあります。まあ、ただやっぱり積んでるチップが GoogleTensor なんで何ていうのかなあのフラッグシップ機用のチップ積んでるんでそれなりにですねあのバッテリーの消費が まあ大きいわけですねあのそれ以外のですね例えばミッドレンジ用のスマホに積まれているようなチップほどの省電力差っていうのはないのでまあこの辺がですね他のミッドレンジよりかはバッテリーライフは落ちるかなと思いますまあ僕個人の使い方では1日半はねギリギリ持ってくれていて問題はないんですけれどもまあ多分ねガンガン使った日には多分1日 で充電をしないといけないまあギリギリ1日持つぐらいだと思うんでまあその辺がですねちょっと急大点かなと思いますじゃあ次のね急大点はですねディスプレイの画質ですねまあこれに関しては不満はないんだけれどもコストカットのしわ寄せっていうのはどうしても感じますねあのね部屋で使う分には全然いいんですけれども屋外でですねこうミッドレンジの他のギャラクシー A53 のようなこう画質のいいねあのディスプレイと比べると ちょっっとね劣るっていうのは分かりますまあねそこまで不満はないんでいいんですけれどもまあ旧大点というぐらいですねそこまで良くはないっていうのも事実ですじゃあ次はね悪い点について話していくんですけれどもスピーカーが大きく解約されたっていうところですねあの私のねチャンネルで何度も言っていたように Pixel 5a っていうのはスピーカーがねめちゃめちゃ良かったんですよね、まあ、特にミッドレンジの中ではもうめちゃめちゃ良かったんですけれども 6a になってね 明らかにスピーカーカの質はもう大きく下がりましたあの正直ね9大点の評価でもまあスピーカーいいかなと思うんですね一応ステレオスピーカーでデュアルスピーカーなんでいいんですけれどもその点はまあでもね大きくレベルが下がったっていうことに変わりはないですねでねかつてのようなこういい意味でミッドレンジには見合わない性能があったスピーカーがもう一気にですねあの 5a から 6a になって全体的に チープ感っていうのが何て言う,、ね、うのかなスピーカーが大きく悪くなり下がってしまったっていう印象が強いんで、まあ、この辺はさらに残念かなって思いますしあとイヤホンジャックの廃止もねまあこれもね分かってたんですけれどもやっぱり辛いっちゃ辛いですよね。で次のね悪い点は ディスプレイ指紋認証ででですすすねねここれはです、ね、今のところ超絶最悪ですまあねもうちょっと細かい点を話しておくと実はね開封直後の android 12の時はですねまあ、保護ガラス越しでも結構ねそれなりの精度で6解除をしてくれたんですねまあ78割ぐらいの感じで、まあ、6解除できたんですけれども Android 13にアップデートしたらですね、もう全然使えなくなった、使い物にならなくなったんで、これがね、非常に残念です。まあ、一応ね、調べると9月のね、アップデートで改善される予定なので、まあ、改善されればですね、私の動画のコメント欄で自分のね、アップデート状況というのをちょっとね、皆さんにお伝えしようと思いますが、まあ、撮影している現時点では、まあ、最悪ですね。 はいまあ、以上がですねこちら Pixel6a の、まあ、全体的な、ね、レビューの内容になりましてで最後はですねどういったユーザーに Pixel6a をおすすめするのかっていうのを話して終わるんですけれども、まあ、まずね言いたいのはコスパもうねはっきり言うってコスパもいいスマホが欲しくてそれでいてカメラ性能も重視しているっていうユーザーっていうのははっきりしうと僕は 一番厚かましいユーザーだと思うんですね。で、そして、えー、そのユーザータイプに当てはまるのは、まあ僕みたいなちょっと。 ね、あのマニア層と言われるような人たちが多いと思うんですけれどもそういった一番ね世の中のスマホユーザーで面倒くさいタイプのユーザーを黙らせることができるのがまあこいつがねいかなと思います他のミッドレンジスマホっていうのはねやっぱりカメラ性能がいまいちなところとかあったりするんでまあそう考えると現時点ではミッドレンジでは僕は本当にねカメラ性能に関してはまあ引き続き最強だと思います。 もちろんね、Pixel 6A の場合は、カメラだけが、まあ、今のところ強みじゃなくて、まあ、Google テンサーっていうね、もう本当にミッドレンジでは現状最強の,あのチップ積むことができているんで、その辺もね処理能力は超高性能だし、まあ、ソフトウェア関係も充実しています。で、f e リ i c a も使えて、IP67 もあって、まあね、えー、望む人はワイヤレス充電という人もいるかもしれませんけれども、さすがにね、その辺は金がかかるんで、まあ無理なんですけれども、まあ多少ね、こう、それ以外にも弱点はあるにはあるんですが、 まあこの円安の中ですよ、5万4000円でこの端末を買えるっていうのは、本当にね、なんていうのかな、もうギリギリの線で攻めてくれてるんじゃないかなと思いますね、google 側は。なので、まあ消費者としてはありがたい価格設定だと思いますんで、まあこの端末ね、あの失敗はかなり少ないと思います。 はい。まあ以上がですね、こちら Pixel 6A のレビューの内容になります。今回もご視聴いただきありがとうございます。そしてね、ニコニコ動画では、えー、この YouTube では語りきれなかった内容というのもさらに延長して話そうと思います。今回もご視聴いただきありがとうございます。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。